ジュリエット・カリアガはアメリカ合衆国のグラマーモデル。ベイ・ペントハウス氏において1997年12月号のペントハウス・ペット、2000年のペントハウス・ペット・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。彼女はリア・ダービーの名でプレイボーイ・テン特別版のモデルを務め、本名のエリカルカル名義でパーフェクト10史の1997年8月号と1999年8月。 9月号に登場した。パーフェクト10については、ハワード・スターン賞で質問されたが、カリアが本人はペントハウスに出る前は、ビネガー工場に勤めていて、モデル経験はないと主張した。1998年の映画、メリーに首ったけでは、スタントウーマンを務めている。彼女は、フィラデルフィアの実業家、アンドリュー・アウと関係があった数人の女性の一人として、 アレキサンドリア・カールセンと共に名前を挙げられた。彼は、ギャンブルとプレイボーイ氏やペントハウス氏のモデルに対する、高額なプレゼントによる浪費を隠蔽する目的の破産詐欺で有罪判決を受け、さらに十に上る詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。彼女は2002年2月にホテルベラージオのカジノで、ヤオに代わって3万9千ドルのチップを現金化したと報じられた。女優として、 ジュリエット・カリアが名義で数本のエロティックな映画やテレビドラマに出演し、ヌードシーンやレズビアンシームを演じた。一般向けの映画には2003年の二人に釘付けや2004年のプリティ・ヘレンにエリカルカデの名前で早く出演している。ペントハウス・ペット。ありがとうございます。